魚料理はマナガツオの明太蒸し。このコースの中で一番美味しかったです。ビールがなくなり、白ワインを注文しました。なみなみとついでくれます。魚はふっくらとして、塩加減もちょうどいいです。続いてロメインレタスの腐乳炒め。腐乳なので臭いものかと思いきや、全く臭さがなく、そしてレタスもシャキシャキ。シェフのテクニックを伺わせます。ワインが進む味です。汁物は牛のロースト入り牛骨スープ麺。スープの味が優しいです。この牛のロースト、ややスパイスが効いているのかなと思います。苦手な人は苦手に思います。でも締めにはふさわしい一品です。ごちそうさまでした。デザートの杏仁豆腐です。とても滑らかです。お値段はアルコールを含めてこの値段。今後節約生活をしなければなりません。